8月15日、体重は 54.3kg、体脂肪率は 26.0% でした。おい、あら、あいごはん、あい、待ってたね、あいごはん、あい、まさ、まさ後ろ、あい、まさごはん、あい、さゆり、あい、さゆりさん、さゆりさんごはん、ハムスターにご飯もあげたんで、低カロリーメニューの厚揚げとピーマンの美味しさ炒めを作っていこうと思います。これピーマンだよね、これいいピーマンだね、すごく青々としてて、で、この油抜きした厚揚げも切っていこうか。大体、まあ8等分ぐらいすればいいんじゃないかな。ニンニクと生姜を先に入れる。うまそう。茹でた小松菜と鶏のひき肉で低カロリー低脂肪のスープを作っていこうと思います。あとは牛肉の炒め物でも作っておこうかな。まとめて作っておいた方が後が楽だもんね。はい、いただきます。うまそう。全然さ、美活とか言って寂しい食事じゃないでしょ。でも鶏肉と牛肉とちょっと肉は2ついらなかったかなって感じがするけど、まあちょっと肉食いたかったんで。うまい。天気が悪いね。台風が近づいてきてるからね。もうこっからはハイトチャンネルなんで、ただ俺らが夕飯食うだけです。俺はちょっとね、食事制限中なんで、カップヌードルライトっていうなんか低カロリーのカップヌードル食べようと思います。トシキさんは何食べるの？トシキさんは家のご飯。家のご飯。家のご飯。キャベツ。ああ、もう普通に。はい。あと鶏肉のチキンと、はい、葉っぱのスープと、普通に家のご飯。鶏肉とピーマンと、あと厚揚げ。低カロリーだね、はい、低カロリー食事。この日はね、夕食の様子を YouTube ライブで配信したんで、見てくれた人もいるかと思うんだけども、俺はカップヌードルライトとガリガリ君ソーダバーを食べました。としきさんが食べていたおかずは実は俺が昼間作ったやつだったんだよね。8月16日、体重は 54.5kg、体脂肪率は 26.7% でした。なんか体脂肪率がぐんと上がっちゃったね。昨日のカップヌードルのせいなのかな。ちょっと気にしちゃうね。朝食は小松菜と鶏の肉団子のスープ、キャベツの千切り、牛肉炒め、アーモンドミルクとカットパインです。そして今日はジムに行ったよ。今日はローローという面白い名前のマシンに乗りました。今この映像に出てるのがそのローローなんだけど、低い位置で腕を引くという動きの運動だね。これはなかなか面白かったです。ジムの後はザバスのプロテインミルクを飲みました。夕食はキャベツの千切り、小松菜と鶏の肉団子のスープ、スモークサーモン、厚揚げのオイスター炒め、バナナです。でね、今俺体中に汗もができてて、それがすごく見にくいなと思ってて、汗もの薬を買ってきました。腕とか手もきれいにしていかないとね。8月17日、体重は 54.5kg、体脂肪率は 25.9% になってました。昨日増えたと思った体脂肪率が下がってくれてよかったです。実はね、ウエストがね、すごく減ってて、8月10日に測った時は 67.6cm だったんだよね。それがね、今17日では 66.5cm になってるんだよね。腹筋が割れてるとまでは言ってないけど、なんかちょっとね、へこみというか筋みたいなものが出てきました。朝食はブランパンのサンドイッチ、バナナ1本、無糖ヨーグルトとアーモンドミルクです。今日はね、俺の机の周りがぐちゃぐちゃだったんで、綺麗に片付けました。今俺の机はリビングに避難させてるんだよね。っていうのが、俺の部屋にクーラーがないんで、仕事に集中できないから夏の間だけリビングに持ってきたんだよ。だからちょっとごちゃっとしちゃうのはもうしょうがないんだけども、それでもね、ちょっとあんまりにも散らかってたんで、今日は綺麗に片付けました。今日はおやつを食べました。わらび餅です。美味しかった。トレーナーの先生に、甘いものが食べたくなったら洋菓子よりも和菓子が
ゃいいよって言われたんで、わらび餅を食べました。そして今日はお買い物に行って野菜をいっぱい買ってきました。俺トマトが食べられないんで、自分の食事に赤い色の野菜がないなと思ってて、ちょっと赤い色のねものをねいろいろ買ってきました。ピーマンとかスイカとか。本当ねイチゴも欲しかったんだけど、イチゴはね季節じゃないから売ってなかったね。残念。今日はこのたくさんの野菜を使ってポトフを作ったよ。人参を乱切りにして、じゃがいもも切って、もちろん玉ねぎも入れます。でこういう洋風スープを作るときはこれ鶏の骨なんだけど、これねケンタッキーの食べた後の骨を取ってあるんだよね。でスープとか作るときにこれを入れると鶏の骨からいい出汁が出るんで、うちではケンタッキーのチキンの骨を煮物のために置いてます。夜は今作ったポトフとハマチのお刺身、海鮮サラダ、カットスイカです。やっぱり赤い色が入ると食卓が映えるね。この日は腹筋10回を4セット、スクワット10回を2セットやりました。8月18日、体重は 54.3kg、体脂肪は 25.4%。 今、ガソリン来てます。アーシ君とヨウダです。今日はね、久しぶりに出かけました。なので朝食はファミレスガストで雑炊を食べました。結構ね、量が多くてびっくりしたね。こんなにいらなかったんだけどな。まあでも残さず食べました。あ、なんか痛い。なにこれ、なんか痛い。じわじわ痛い。押せねえじゃん。痛いっすか。カラオケ屋さんで撮影したんだけど、そのカラオケ屋さんが歌広場だったからフリードリンクだったんだよね。でそこで歌広場ウォーターっていうのがあったから、ウォーターって書いてあるから水かなと思ったらジュースだったんだよね。これが赤いの出てきたからびっくりしちゃって、夜はチーズバーガーとチーズがかかったフライドポテトとコカコーラをいただきました。これ注文してからね、後からわーウーロン茶にすればよかったなってちょっとね後悔したんだけど、まあでも全部は飲まないで半分残しました。あら、あらちゃん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 、あ、来た、あやあやな来た、あやあやな来た、よしよしよし、よしよしよし、あいなです、あいなちゃんです。 ありがとうね。あ、噛まない、噛まないの。はい、噛むんだったら返す。はい、帰んなさい。噛む子は返すよ。今日はね、久しぶりに、ユンコさんと、それからライチ君とね、撮影に行ってきました。今日はね、みんなといたんで、結構カロリーの高いハンバーガーとか食べちゃったんだけど、でも、自分の家よりも一駅遠いところにわざと降りて、一駅分歩いて帰ってきました。運動のためにね。かなり今日はね、眩しい太陽の下で長時間歩いたんで、お肌のケアもちゃんとして寝ようと思います。ひまおいで、はい、ちゃんと呼んだら来ます。うちのハムスターたちは。今、お前なんかくしゃくしゃだね。なんかくしゃくしゃだな、お前。はい、帰んなさい。はい、ありがとう。ノブ、ノブも来たんか。お前帰んなさい。はい、はい、帰んなさい。よいしょ、よいしょ。今日もサプリメントのプラセンタとビタミン C を飲んで顔パックをして寝ました。おやすみなさい。8月19日、体重は 54.5kg、
体脂肪率は 26.1% でした。昨日ねハンバーガーとかカロリーが高いものを食べたんで一気に体重が増えてるんじゃないかと思って心配してたんだけど、そうでもなかったね。安心しました。朝食は海鮮サラダとポトフ、ゆで卵とカットスイカです。昨日ねカロリーが高いものを食べたんで今日から低カロリーの食事に戻します。そして朝食の後はジムに行きました。今日はね先生がいないんで一人でトレーニングをしたよ。ジムの後はプロテインを飲みました。あーそしてね病院に行ってきたんだよ。ちょっとね俺心臓に痛みを感じてトレーナーの先生に病院で検査をしてもらった方がいいと言われたのでお盆休みが明けた今日病院に行ってきました。結果は後ほど発表します。夕食は無限もやしとブロッコリーのチーズ焼き、さつまいものパンが一切れとわかめスープをいただきました。8月20日、今日の体重は 54.4kg、 体脂肪率は 26.1% でした。今日はキャベツを使ってホイコーローを作ったよ。いつもねキャベツの千切りばっかり食べてるんでキャベツを使った違う料理が食べたいなと思って、あー美味しそうにできたよ。ホイコーローと同時に玉ねぎと豆腐の味噌汁、チーズ入り卵焼きも作りました。朝食は今作ったホイコーローと海鮮サラダ、チーズ入り卵焼き、玉ねぎと豆腐の味噌汁、白米も食べました。でもね白米とねホイコーローはねちょっと残したの、あんまり入らなくて、前はねこれぐらいペロッと食べてたんだけど胃が小さくなってきたのかな。そして今日はお風呂場の大掃除をしました。お風呂は体をきれいにする場所、まずそこがきれいじゃないとね。そして野菜がなくなってきたのでまたたくさん買って補充しました。ベビーリーフ、トマト、パプリカ、レタス、キャベツいっぱい買ってきたよ。夜はゴーヤチャンプルーを作ったよ。夕食はゴーヤチャンプルーと無糖ヨーグルトにバナナを入れて蜂蜜をかけて食べました。アーモンドミルクも飲んだよ。あでもねこの日もねゴーヤチャンプルー残しちゃったの、なんかねあんまりたくさん食べられなくなってきちゃった。この日は腹筋10回を3セット、スクワット10回を3セットやりました。8月21日、体重は 54.3kg、体脂肪率は 25.2% でした。朝食はキャベツの千切りに茹でた豆と赤ピーマンを乗せたサラダ、玉ねぎと豆腐の味噌汁、バナナ、そしてね、今日はね、久しぶりにね、揚げシューマイを食べたの。揚げ物食べたよ。美味しかったな。揚げ物はやっぱりいいね、俺大好き。お昼はコーヒーを2杯飲んだよ。じゃあいただきます。うん、腹減ってたからうまいよ。ちゃんとピリッと辛いし、なんか鶏肉とニラが入ってるって書いてるんだけど、ちゃんとニラの風味もするね。夕食はファミリーマートで売っているライズアップシリーズのマーラータンメン、そしてベリーの炭酸水です。この日はね夕食の様子を YouTube ライブで配信したから見てくれた人もいると思うんだ。ライズアップのマーラータンメンは糖質は 50% カットしてるみたいだけど意外とカロリーが高かったよね。8月22日、体重は 54.1kg、 体脂肪は 25.5% でした。朝食はブランパンを使った低カロリーハンバーガー、調味料は一切使ってないんでちょっとね間に挟んでるのがハム1枚だと味気なかったんでチーズを2枚挟んで食べました。そしてアーモンドミルクです。お昼はね午後の紅茶のミルクティーを飲みました。こういうのあんまり良くないかもしれないよね、糖質が多分高いと思うから。でもねこの日はね外出したんで喉乾いてどうしても欲しくなって飲んじゃいました。
夕食、これがねまた困ったんだけど、外食で低カロリーのものってあんまりないじゃん。ネットで低カロリー外食みたいに検索したんだけど、ほとんど和食の定食屋さんだったのね。で、俺好き嫌いが多いから、全部食べきれない定食っていうのは注文できないんだよ。残したらお店の人に悪いって思うから。だから和食のお店に行ったらどうしてもうどんとか丼物とか高カロリーのものになっちゃうんだよ。どうしようと思っていろんな店うろうろしてたら、なんかこういうワンプレートのメニューがある店を見つけたんで、ガパオライスとチキンが入った彩りサラダと、でブルーベリーが入ったヨーグルト、そしてグレープフルーツ。これだったらね、野菜も果物もたっぷりだし、卵もついててヨーグルトもついてるから栄養が豊富だし、これだったら全部俺でも食べれるメニューだなと思って、これを注文して食べました。あー、でもね、俺晩ご飯でお米を食べたのって多分この美活初めて初なんじゃないかな。お腹いっぱいになっちゃった。晩にお米食べたら美味しかったんだけど、なんかせっかく体重減ってきたのに、もしかしたら明日ゴーンって増えてるかもしれない。ちょっとね、食べた後罪悪感出ちゃった。で、帰宅してから喉が渇いたので、この夜ケアっていう、なんだろうな、これは栄養機能食品とかって書いてあったんだけど、女子が好きそうなドリンクなんかよくわかんないんだけど、これをね飲みました。喉乾いて、味はね、なんかこれほとんどなかった、水みたいな感じだったまあでも低カロリーって書いてあるから、確かにカロリーはほとんどなさそうな感じだったね。病院の結果なんだけれども、レントゲン、心電図、脈拍とかかな、どれも正常でした。よかったです。この俺が感じる胸の痛みは筋肉痛ではないかというふうにお医者さんに言われました。なのでジム通いはやめないで頑張っていきます。で、俺のこの美活動画、はっきりと体重を何キロまで落とすとか明確な数字の目標がないので、何を目的にやってるのかわからないって思ってる人もいるかなって思うんでね、俺も分かってるんだけども、あえて何キロにするとかっていう言い方をしてないのね。っていうのが、もともと俺自体が肥満ではないので、何キロ痩せるとかっていうとビビたるもんになっちゃうんだよ。これトレーナーの先生ともすごい相談したんだけど、こういう動画を作りたいから。だけど体重を減らすことが目的にならないんだよね。減らしたとしてもマイナス1キロとかそんな話になっちゃう。1キロ減らしてもわーってならないじゃん。テレビのダイエット企画とかだったら、もう100キロぐらいある人がさ、マイナス20キロマイナス30キロとかってやるとすごいってなるけども、もともと俺自体が太ってないので数字が目標にならないと。で、体脂肪率で考えても体重計の体脂肪率の正確さがあまりないので、それもちょっと目標にしにくい。筋肉量の重さっていうのも考えたんだけど、3ヶ月ぐらいでは何キロも重くなるものではないと。なので数字の目標が立てにくいっていうことで、あえて体重何キロにしますとかしてないんだよね。してないとかできないって言ったらいいのかな。美意識がすごい低いんで、好き嫌いも多いし、お菓子ばっかり食べちゃうし、なるべく野菜中心の食事をするっていうことと、肌のケアか、サプリ飲んだり顔の体操したり、肌の疲れを感じたらちょっとパックをしたりとかね、今までそういうのに意識がなかったのを元をっていうこととか、自分と共に部屋をきれいにしたりとか、まあ、後ろ向きなことを言わないとかね、普段の生活から美意識を高めるみたいなのを目標にしてるんだよね。自分がそれをサボらないためにっていうか、一人でやるよりも視聴者さんに見てもらった方が、俺が今何に頑張ってるかっていうのが分かりやすいと思ったから、毎日食べてるものも全部記録にとってこうやって動画に作ってます。まあ、心身ともに美意識を高める。11月のイベントを皆さんと会う時にシュッとしてて若々しくて心も前向きになったハイドを見てもらおうと思って、こういうことをやってます。よければね、イベントの方にぜひ参加をしてください。毎日食べてるものとかやってることをカメラに撮って動画にするっていうのはすごく大変な作業ではあります。だけどイベントまでの3ヶ月間サボらずに頑張ろうと思います。そうだな、数字の目標があれば一番いいんだけどね。体重 53.5 キロぐらいには落としたいね。ダイエットは目的ではないとはいえ。っていうのが、ライザップご飯を2週間やってみるっていう動画と、あとリセットダイエットを1週間っていう動画を作ってるんだけど、あれがね
ね、確かね、3.5 キロぐらいで落ちたと思うんだよね。だからそれと同じぐらいには行きたいかな。 53.5 キロとりあえずの目標にしようか。あんまりにもこう数字の目標はないと何のためにやってんのって思われるかもしれないから、それを目標にしようかな。これからもハイドの美活生活見守っていてください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。